その芸能事務所の社長の脱税やらかして、それでガクトが脱税したって言われてみたいな。いやちょっと勘弁してくれよって。落ち込みそうな時も死ぬほどある。だけどその時にいちいち落ち込んでたら生きてらんない。もうトラブルの数なんて本当に計り知れないぐらいある。いいじゃん、挫折したって、人間だもん。まあ振り返れば笑い話って僕よく言うんだけどさ、振り返れば笑い話っていうのは笑い話にするために自分がどうその後に行動するかだと思うんだよね。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。いわゆる一般の人とか、まあ、ビジネスやってる人とかも含めてですけど、何倍もそういう、まあ、挫折というかいろんな目に遭ってる、遭い続けてるってことですよね。遭ってるね、お金の面でしんどいなと思うことは過去にはいっぱいあったし、肉体的な面で怖いって思うこと、死ぬかもって思ったことはそれも何回もあるし、健康面で今回みたいに終わったかなって思うことも何回も今まであるし、だからみんななんかね、僕のことどう思ってるのかは知らないけども、もし順風満帆に来てると思ってるんだったらそれはちょっと違うぜって、見せないけどね、あえてこんなに僕も苦労してんだと言わないよ、かっこ悪いし。だけど順風満帆に最初から最後まで行くやつなんているのかなっていうことぐらいは思っていいんじゃない。なんで俺だけとか、なんで私だけって思う必要ないよ、みんなそれぞれに対してそれぞれが超えられる、必ず、努力によって、踏ん張りによって、気合によって超えられる壁が与えられる、それを超えることによって前世なのか分かんないけどね、できなかったことを何か身につけようとしてるんじゃないの。なんかそんな気がする。あんまりそこに深い意味を求めたくはないけどね、僕は、まあ、少なくとも今の自分が笑っているためにはって考えると、うつむいてる暇ないんだよね、落ち込んでる暇ないし。なんかその、まあ、健康面であったりとか肉体面で その死ぬかもみたいな死を意識するようなタイミングっていうのはいくつかお話を聞いたと思うんですけど、その経済的に横領されたどうこうだけじゃなく、実際あお金やばい金ないみたいな状況っていうのもあったりしたんですか。あった、全部使われて。それっていつ頃が一番ピークなんですかね。あの以前の本で、あの雪山買ってスキー場を作った時に大変だったって話はあったじゃないですか、あれが一番大変だった時期ですかね。そうだね、あの時かな、やっぱりあの時本当お金なかったもんね、全部お金任せたからね。それはそのランニングコストにほとんど回っちゃうから、いろんな投資にも回ってて、結局ランニングにほとんど使ってたから、もちろん全部の事業をやめれば戻ってくるものはたくさんあるんだろうから、だけどせっかく組み上げたものが台無しになるわけじゃん、やっぱあの時いきなり会社の蓋開けたら全く金ないみたいな状況で、さらに借金あるって、勘弁しろよお前みたいなさ。それは雪山のビジネスとは関係なく横領で、そう、とその雪山重なったんですね、タイミングがね。最悪ですね。最悪だね、本当に。本当最悪、やべえ金ねえみたいに思っても、ガクさんの場合ってそのいわゆる生活コストが何億ってかかるじゃないですか、ってなるとどんな心境になるんですか。例えば節約しなきゃって思うのか、でも節約してどうこうできる額でもないじゃないですか、そのマジ金ないってなるとガクさんはどんなことを考えるんですかね。どうやって稼ごうかな。なるほどなるほど。でそういう手を打っていくってことですか。まあ、もちろん融資とかもあるだろうし、銀行融資を受けられるレベルなのかとか、いくらぐらいまで融資を取れるのかとか、なんかそういうことも考えたりするし、現実的な話でね、言うと。でもう一つ、そういう自分たちのやってることで起こる裏切りとかない大変なこととかっていうのはあると思うんですけど、もう一方で、まあ、さっきもあったその週刊誌とかがこう週刊誌を売るために、まあ、いろんなネタを、まあ、会長もこの前すごい自慢そうに言われてたのがあって、
あのガクさんは殺人以外の一通りのものはもうあの通ったからっていうそのスキャンダルであと殺人にコンプリートだみたいなあのことを言われてましたけど、ね、本当にみんなね僕を誤解してるひどい言われようだな。カイどう思うこれ。インタビューはセリフじゃないんだよこれ。本当に。いや大前提で、まあ会長も言われてましたけど、実際と違うこととかも特に弁明してないじゃないですか。例えば、スキャンダルの一覧にしてもらったんですけど、片っ端から聞いていこうと思うんですけど、2012年義援金の件、震災のやつか。なんか詐欺したどの頃ってやつだろ。震災の僕がそうそうそう僕が何か取ったとかっていうやつだろ、はいはい、もうそれもさ、はい、全部出してるぜそうお金も触ってないし、はい、集めたものを全部そのまま、はい、銀行からそのまま直に送ってるわけじゃん、はい、これどうやって取んのってでも急にそういうのがポッと出たんですか。当時の潰しだよね。結局ヘイトが必要みたいなところがあるじゃん、うん、日本って、はい、なんかしんどいことがあるとそのしんどいことの人たちを救うためによりなんかひどい人たちを攻撃するための対象を作るみたいな文化が日本にあるから、うん、お前の汗のかき方は間違ってるみたいな ね、うんうん、ね汗かいてない人たちが言うんだよ、うんうんうん、そうですよね。人の汗のかき方に文句言う人がめちゃくちゃ日本って多いから。うん、でもそんなのもお金の流れなんて履歴がつくじゃないですか。別にこう何言われたところで。でもさ、それ言ったもん勝ちだよね。僕らからすると僕らは違うって言ってるわけ、うん、違うし、うん、証明もしましたよ。だけど記事だけ残ってるよね。そうですよね。それひどいっすよね、うん、しかも人ってさ、あいつってこんな悪いことしたんだろって言いたいんだろ。うーん、あいつってこんな悪いやつだぜって言いたいんじゃない。うん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 、でそれでその人の人生が少しなんかプラスになることがあるんじゃないの。あるんですかねいやだからみんな言うんじゃないの、面白いから。だってさ、じゃなかったらこんなにワイドショーないでしょ。他人のことを流してるワイドショーを見て主婦がみんなそれを見てるわけじゃんそうですね。だって他人のこと言うんだよ、他人のことの話、他人の話って自分の人生全く関係ないよ、うん、なのにその人の、まあ、出来事や不幸、いやあいつは悪いやつだみたいなことで喜びたい人たち、うん、喜ぶ人たち、面白いと思う人たちがいるってことなんじゃないの。うんうんうん、うん、でもそれはそうじゃない人はそうじゃないし、そうな人はそうだしってしか言えないよね、うんうんうん、で今の日本ってさ、アメリカと違って書いたもん勝ちだよね、うんうん、正しいか間違ってるかなんて関係なく書いたら OK で、みんな言論の自由とは言うけど、言論の自由で書くだけ書いて、でそれに対して裁判を起こして勝っても裁判費用も出ないんだよ、弁護士費用も出ないんだよ。うーん、それに対する慰謝料なんて数百万だよ。それに対する損失から考えたら全然合わないよ。そうですよね。でしかも記事が出て、その記事に対して裁判を起こして、その裁判の結果での2年とか3年後だよ。みんな忘れてる頃だね。忘れてるさ。そして謝罪文って言って、その雑誌の一番後ろにちょろっとこの件に関してはどうのこうのすみませんでしたみたいなの誰も見てないよ。そんなのすごい理不尽ですね。理不尽極まりないし、だってこの国って昔からそうだぜ、治んない、言いたい放題で書きたい放題だし、みんなね、ペンの自由とか言論の自由とか言ってるけど、ネットでさ書いてる人たちもそうだけど、結局どれだけビューワーがあるかで自分たちの広告料が決まるみたいなところでやってるわけじゃん、うんうん、つまり読ませたい、クリックさせたいわけじゃん、うん、そしたら悪く書いた方がいいことよ、まあ、みんな興味あるよ ね、うん、過激な方が、うん、だってガーシーだってそうじゃん、うんうん、ガーシーがこんなにいい人です、あの人はこんなにいい人ですっていうよりもみんなが興味あるのって、こいつはこんなに悪いやつだっていうところに興味あるわけでしょ、うん、そうですね、あいつはこんなやつと寝た、あいつはこんなひどいやつだっていうところに興味があるわけじゃん。じゃあもう社会そのものが結構そういう下世話な感じになってるんですね。そう、興味持つ人たちがいるから。人間そのものがなんじゃないの。そうすると次のスキャンダル、あ、これはいけないですよ。2013年強制わいせつ強姦って書いてます。これはあかんやつです。これもね、はい、本当いまだに言われるんだけどさ。あ、そうなんですか。言われる言われる。そのガクトはレイプ未遂をしてとかって正直言うけど、会社、まあ、傭兵も、はい、僕レイプする必要ある
そうですね。ぶっちゃけ。そうですね。どう？レイプされることあっても、レイプする必要ある？そうですね。これで終わりじゃない？そうですね。確かに。だろ？うん、だって普通どう考えても必要あります？そうですね。確かに、まあ、僕らは知ってる側ですからね、その状況をそのどんぐらい表になられてるかとか、ガクトさん次第なんだろうなと思っていつも見てますけど、ね、はい、僕は去るものは追わないし、はい、来るものは受け入れるし、はい、じゃん、うん、まあ言ったらその時もその女の子は、まあ、僕が飲みに行った時に雰囲気良くなってで、 で一緒に家に帰ったんだよね、はい、で、まあ、普通にエッチして、あ、やってるんですね、もちろん、あ、なるほど、で帰って、その後しばらく関係は続いたんだけど、はい、まあ、途中から、まあ、彼氏ができたのか、うんうん、まあ、僕も会うのもさ、その頻繁に会わないからさ、たまにじゃん、はい、でその後話を聞いたら、それもさ、その子と出会って多分ね、本当に5年後とかの話だよ。まあ、その後になんか出会った男が、まあ、そのジャンキーで、その子も薬やるようになっちゃって、でお金がなくなって、でお前誰かいねえかみたいな話になったら、ガクトの名前が出たってい う, なるほど。じゃあそれでそれをお金にするために、そういうなんか週刊誌にあることないことを言って、いや週刊誌じゃない、最初に警察に行ったらしいんだよね。あ、で新宿で事件として取り扱えっつって警察署の中で暴れたんだって。へー、発狂して役中ですねそれは、うん、でその警察の人が分かりましたって言って、じゃあもう調べますからって言って、それを受理してしまったのよ、はい、収まりがつかないから、はい、で彼がいろんな事実を調べるって言って、その当時のバー、はい、キャバクラだったりとか、まあ、その飲み屋だったりとかをに聞き込みしてるのを、まあ、新宿ってさ、新宿のオーナーって僕みんな知ってるから連絡来るじゃん、はい、警察が来てこういう話になってますよって言ったら、何の話っつって僕から連絡して、今これコロコロの件でなんか捜査してますって言って、はい、じゃあうち来ませんって、その方が早いんで、あの捜査令状とかそんなの一切いらないんで見てくださいって、で気になる証言の通り、まあ、その証言がね、まず僕が車から引きずり下ろして、ほう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 、で、家の中でまずそのロビーでマネージャーの前でレイプして、それでさらに引きずり下ろして、まあ、そんな感じだったの、はい、で階段も引きずり下ろして、で紐をつないでベッドに6時間しゃぶらせ続けたみたいな。ほうほうほう、過激ですね。過激ね、はい、だいぶ、はい、僕ってそういうイメージなのかなと思ったんだけど、そうですね、で警察の人に呼んで、ちょっと見てもらっていいですかつって、僕の車これ引きずり下ろせる高さですかですよねって、無理ですね、自分で歩かないとさすがにこれ降りれなくないですかですね、うち全部カメラついてるんだけど2年で消えるのよ、はい、当時は消えてたんだよ、はい、データが、だから残ってなかったので、街の中にもカメラあるから見てくださいよって言ったら、街の中のカメラも消えるのよ。意味ないじゃん、はい、それって。でも当時はそんな感じだったね、どこも、うん、じゃあ僕がこの引きずりを下ろしたっていう階段ちょっと見てもらっていいですか、かなり急な階段だよ、石の、引きずり下ろしたら死にますよねじゃあベッド見てもらっていいですか、紐つなぐとこありますかですよねっていう。もちろんそれは、ね、弁護士とかも入れて、うんうん、まあ、その向こうがね、僕からしたらいい迷惑だし、うん、そういう恐喝みたいなことを会ってるのはこちらだから、うんうん、でもそれを最初に受理したのがそっちなんだったら、そういうことを本当に徹底的に調べてもらってやってもらっていいですかって言って、全く結局は最終的には何もなくないわけで、相手に対して、うんうん、その事件にもならないっていう話になったんだけど、世の中はそのニュースだけが残って、ガクトレイプみたいなね、はい、本当にその時も言ったけど、僕必要あるって本当に僕に必要ないでしょって、うん、日本で一番必要のない人だよってそうっすね、僕がレイプするならみんなレイプしてるでしょ
あれ最近なんか別で似たようなあれなかったでしたっけ、不倫がどうのとかっていう。ああそれもさ、はい、すごいなんか世の中が騒いでて釈明しろ釈明しろって言うけど、闘病中の話ですよね。違う違う、もっと前の話だから。あそうなんですか。前にインスタでメッセージ送ってきたことを話して、はい、あ今度じゃあ名古屋行った時一緒に飲むかっつってバーで飲んでたの、はいはい、でそこで僕は初めてその子の顔がどんな感じかっていうの分かるわけじゃん、はい、で話して雰囲気良くなって、もちろんその時には話してんだよ、はい、彼氏とかいないのとか、はい、あいませんって、あそうなんだってしばらく一緒に飲んで、まあ、普通にエッチして、あやっちゃってるんですね、うんやってるとこは全部本当なのねでもさ、はい、その後唐突にまあうちに見舞いに来たね、はいはい、その時は僕は、まあ、闘病中だったから何もできないんだけど、はいはい、ただ来ただけだったんだけどさ、はい、で、まあ、僕が死んでるのをいいことに、まあ、写真を撮ったんだろうね。でその後かな、なんかいきなりメッセージが来て何かが起こるかもしれませんみたいな。ほう、怖い、なんだこれと思ってたら、はい、いきなりパッと出て不倫って、えーって旦那いるのみたいなえ嘘って、そうか彼氏いないって言ってたな確かに嘘ついてねえな彼女の中では嘘じゃなかったんじゃない。彼氏いるの、付き合ってる人とかいるの、いやそんなのいません、付き合ってる人いなかったんだろうね旦那はいるけど、旦那はいるけどなるほどな。そんなのでもどうしようもできないですよね。いやだってさ、これ僕からの質問ね、はい、独身であることを証明してって言うそれ言えるで逆にもっと言うと独身であることをその場でバーで証明できる戸籍謄本とか持ち歩いてないですね。え戸籍謄本持ち歩いてる人いるいないですね。もうさアホすぎて、はいはい、まあまあしょうがないんだろうなって、僕がモテすぎるからしょうがないのかって反感買っちゃう反感買っちゃうガク年明け逮捕か、前代未聞の問題作、ガクトがついに真相を告白。メディアに流れるさまざまな噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部、真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト、彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者の S が数々の疑惑に証言した、これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる、ガクト敗戦記。2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.